平野の仕様、キシの X 投稿をチェックしていた、さすが岸・平、ジャーナリストの報告。2023年10月28日、ナンバー I の平野仕様がインスタグラムでのライブ配信を実施し、ファンから注目を集めました。そのライブで明らかになったのは、平野の仕様がメンバーである岸優太の X、旧ツイッターをチェックしていることでした。 この出来事がファンの間で話題となり、両者の絆を称賛する声が広がりました。この記事では、平野紫耀と岸優太の X 投稿に関する反響と、その背後にあるエピソードについて探ってみたいと思います。平野紫耀のゲリラライブ、ファンの熱狂。インスタグラムでのライブ配信は、アーティストとファンとのコミュニケーションの重要な手段の一つです。 平野紫耀がこの日予告なしにライブを開始したことにもかかわらず24番人以上のファンが視聴しその人気ぶりを証明しました。これは平野仕様の魅力とファンの熱狂を物語っています。ライブ中ファンから寄せられた岸くん元気というコメントに対し平野紫耀は興味深い反応を見せました。 岸くんに聞きな、よと答えた、後自身の顔を手で覆いつつ岸くんの X がさ俺本と壺なんだよね、としみじみと語りました。この瞬間、平野志洋が岸ユータの X に対する興味を持っていることが明らかになりました。岸ユータの X アカウント、注目を浴びる投稿。岸ユータは、2023年9月に X アカウントを開設して以来、 その個性的な投稿が注目を浴びています。彼の X アカウントでは、彼の日常生活や考えをファンに紹介するコンテンツが充実しており、これは、騎士君公文とも呼ばれています。騎士ユータのファンにとって、X アカウントは彼の本当の一面を垣間見る窓となっています。例えば、騎士ユータは、夜おやつというタイトルで、 食べ物の動画を投稿しました。これに対して、平野の仕様は夜のおやつあげてたよね、騎士くん笑い、とコメントし、騎士ユータの投稿に対するリアクションを示しました。このようなやりとりが、両者の友情とファンとのコミュニケーションを強調するものとなっています。ファンの反応、さすが騎士平ラ。ひの仕様が騎士ユータの X 投稿をチェックしていることが判明した後、 ファンからは、さすが騎士、平二人が相変わらず仲良しでほっこり、塩く君にもあの投稿はつぼなのね笑い、といった反響が寄せられました。ファンは、両者の絆と友情に感動し、その絆が彼らの X アカウントでの交流にも現れていることを称賛しています。現在、平ラの潮は公式に X アカウントを開設していないため、 個人アカウントからわざわざ見てるのかな、しょうしようくんも初めて X で絡む未来見えた、といった声も上がっています。ファンは、平野紫しようが、しゆうたの X アカウントに注目し、将来的には自身の X アカウントを開設し、交流を深めることを期待しているようです。平野紫しようと、しゆうたの X 投稿に関するこの記事では、 ファンとのコミュニケーションと友情を強調する重要な瞬間に焦点を当てました。両者が SNS を通じてファンと交流し、お互いの投稿に対するリアクションを示すことで、ファンはさらに彼らに親近感を覚えています。平野紫耀と岸優太の X アカウントには、音楽活動だけでなく、彼らの魅力的な友情が現れており、ファンからの愛とサポートを受けています。 このようなアーティストとファンとの交流は、現代のエンターテイメント業界において非常に重要であり、ファンとの緊密な関係は、アーティストの成功に欠かせない要素です。平野紫洋と岸優太の X 投稿は、ファンとの強い絆を象徴するものとして、彼らのキャリアにおいて新たな光を当てています。キャリアにおいて